大将戦は BO5、 3試合戦士で勝利すれば20ポイントが加算されます。ホーム側ファブゲーミングは大将戦を戦う選手と主要キャラクター操作タイプの発表をリーダー佐古選手からお願いします。はい、大将ボンチャンルーク操作タイプクラシックでお願いします。はい、さあ大将はボンちゃん、そして主要キャラクターはルーク、操作タイプはクラシックとなりました。それではここで大将戦を戦う両選手に意気込み伺っていきたいと思います。まずはアウェー側フード選手、はい、さあこの、まあ、オフラインでの独特な環境、そしてチームとしては20ポイント取られてしまっているという状況での大将戦ですが、いかがですか。まあ、けど90点で始まったばっかなんで、そうですね、たとえ俺が負けてもまだ半分も取られてないんですよね、うん、だから本当に序盤なんで、あのそこまでまたアウェーっていうのもあるんで、うん、まあ、ここ勝って、まあ、2-2 にしたいなという気持ちはあります。ありがとうございます、頑張ってください。さあ続いてホーム側ボンちゃんにもお話伺いたいと思います、はい、チームとしては追い風状態、そして観客もたくさんいらっしゃいます。ボンさんいかがですか。いやー、やっぱここで試合できることのね嬉しさがまず一つ、うん、でね、佐古さんがやっぱセカンドステージ不調だったんですけど、うん、早くも勝ち星を挙げてくれまして、ハブゲーミングおせおせでございます。ここで勝ってね40点取ったらもうだいぶリードできるんで、まあ、フード君が今までねこういうピンチ支えてきてるんで、多分 DFM をね応援してる方はフード君が勝つんじゃないかと期待してるかと思いますが、私が現実をお見せします。頑張ってください。 ありがとうございます。それでは、うん、両選手は準備をお願いいたします。さあ、さん早速ボンさん正義執行戦というか、ね、虫が出てましたね。虫がね、汁がもう漏れてましたが、はい、ただ、まあ、まあみんなまず見たかったのはこれだと思うんですよ。そうですね、はい、これがですね、セカンドステージでは実は延長戦の一先でしか戦ってない、うん、ファーストステージ第5節では、この組み合わせが、まあ、あったんですけど、対象戦ですね、うん、その時は3対1ボンちゃんルークが、勝利したわけなんですけども、まあ時間経ってますから。そうですね、はい、まあ、本当にこの真の勝ちたがり誰なのっていう対決ですよね。さあそして、はい、まあ、両者のコメント、うん、非常に対照的だった。おお、確かに。フード選手の方は淡々とこれを取られてもまだ半分も満たないというところ、うん、ただ、まあ、これを取れば、まあ、ほぼほぼいけるでしょうと語ったのはボンちゃんと、うん、いやこれ楽しみだな今のこのフード対ボンちゃんがどういう内容になるのかっていう、もう一回ね本当に、まあ、フードはまずカッポンカップ天元のチケット持ってますし、はい、まあ、ボンちゃんもやっぱりストリートファイターリーグの活躍見たらもう日本最強に非常に近いプレイヤーだろうというのは、まあ、誰もが認めるところだと思うんですよ、うん、もう本当最強対最強って言っていいような対決じゃないですか。ある意味みんなが、まあ、このタイミングで見たかった組み合わせでもある、うん、やっぱり1巡目でこれが見れるとなると、うん、今後のオーダーも、うん、だいぶこの対決の結果に左右されるだろうと、そうですよね、個人的にも予想していました、うん、どうなっちゃうんでしょうね。チームの加点以上にこの後の2巡目、3巡目でどういう圧がかかるか、うん、はい、そういう意味では内容も大事になってきますよね。やっぱりこう一方的な内容になったときに、うん、だいぶこうオーダーが多分当初の予定通りにいかなくなると思うんですよ。そうですね。ですのでもちろん勝敗も内容も大事な1巡目の大将戦、フードの DJ そしてボンちゃんのルーク、うん、まあ、時間が経ってみたらかなりその大会でも勝つキャラクターになってましたよね、この両キャラともね。ですね。まあ、そこを切り開いた押し上げたのはこの2人とも言っても過言ではないでしょう。相当な攻略レベルで道を切り開いてきた両チームのエース。さあここでフードが勝てば20ポイントを取り返すと、うん、20対20になります。
してボンちゃんが勝つと40対0というホームとはいえですよね、アウェー側からしたら0-40 はさすがに、そうですよね、結構圧のあるスタートに苦しくなると思いますよ、なってしまうでしょう。さあ中央にはトロフィーが、このトロフィーを掲げるのはどちらのチームになるのか。1巡目の大将戦が間もなく始まろうかというところ、アウェーデトネーションフォーカスミー、大将はフード、ホームファブゲーミング、大将はボンちゃん。さあ準備 OK、 果たして何が起きるか、両者の対決、この一戦が早くも両チームの面を分かつか。大将戦フード DJ 対するはボンちゃんルーク、いってみましょう。お願いします。さかなクン、スマット、おー先にさあこじ開けたのはフード、遅らせしゃがみ強パンチをねじ込んできましたね。そうですね、そしてバックステップも捉えていた、ここは DDT、 うん、うわっ潰している、ソスクールを潰す形になったボンちゃんのラッシュ、そして置き攻め、ワンガード早いからの抜き技切り返し、さあ思った以上に殴り合うか、サプレッツァー、これはガードしている、投げ余裕から来た、さあ両者の体力がもう持たないか、またおやさん、いやー、しっかりラッシュだ、切り返していった、あの局面もただ弱パンチを打ってるんじゃなくて、やっぱりその弱パン弱パンラッシュで倒しきれると踏んでの暴れ、さすがのフード。さあ、強しラッシュ通していくのはボンちゃん、右手はさあ、ランクを取られたもののか、フードが強い、回復、おっ、視界がインパクト一つ、八強パンチからの何かに合わせようというインパクト、中段も見せるが、あ、これバックステップのスキル確定しましたね、今そうですね、刈り取った形になった、はい、フードの DJ のラッシュ、さあ逆画面端に到達、しかもフードこれ3ゲージですよ、ボンちゃん、ガードしてる、勝負の一撃、これは見えている、さあ押し置きはもう全ての体力を奪い取る、サタデーナイトでまずは一勝手にしたのはフード、超高速で進撃しましたね、ですね、激しい駆け引きの中、まあ、ボンちゃんとしては3試合選手ですから、とりあえず一発こう無敵技、はい、切っていきましょうよというところでしたが、フードに余裕がありました。うわ、うまっ、中足ラッシュを決めていく、中足ラッシュのね、カウンター以上本当に見逃さない、このボンちゃんの精度、そこ差し返し、8回、これ反撃は、おっと、間に合うぞ、ここには後ろ投げ、後ろ投げ、入れ替わった、チャンスになったのはフード DJ、ジョスクールからのワンキースライスだ、これは痛いルート、画面端まだ続いている、さあ、ジャパン出るか、大変しっかり、これは拾えない、うわ、ちょっと意識が高すぎましたね、今フードの、そうですね、しかしそのミスを許さないのはボンちゃん、もしくは位置が入れ替わったのかな、今タイルが思いっきり、さあ、追いついたぞ、どうする、ドライブゲージ差がありますね、ボンちゃんはラッシュしづらい、一触即発、ゲージは2つ、えっ、いい、チャンプ中パンチ待ってましたの、中パンチ、さあラッシュを止めていったのはボンチャンルーク、誘って迎撃したようなタイミングでした、シャカダイ、上手かったか、おお、遅らせ中足リバーサル、ここは使いますね、さあこのペンライダーで状況は好転するか、ゲージを回していく、これジャンプ、危ないところ、緊張感が高まっていく、うわさきゲージを使った、さあそしてマニッシュからのバウンドになってますが、そうですね、バウンドを狙うこの選択、自分がバウンド先にしたぞ、ボンちゃん、どうする、ここで攻め切るか、フードはどうする、何を思う、クリティカル集まる、いや結構怖いよな、そうですね、うわぁ、しかも中盤殿下の宝刀、そっと添えるような中パンチ、
これが決まって1対1。来た。ああ、もう切り返し。これは完璧に通っていますね。さあ、勝利条件は3試合選手、対象戦。勝てば20ポイント。止めている、カウンターヒット。止めていた形。ドライブゲージは当たりない。バーンとないのか、なるほど、パリーでしのいだ。ボンちゃんとしては切り返してバーンとまでいければ確定。スプレッサー、これもパリーで止めてからの反撃。いや、ドライブゲージお互いに。そうですね、お互いバーンと寸前の状況で駆け引きしています。やり取りがあるが、余計なガードもしない。うわー、横から来たー。まっすぐ斜面中パンチ。そしてバルカンブラスト選択。バーとしてはしまっていますよね。しかもフードのドライブゲージはかなりふんだんにあるので、うっこい。さあ、ボンちゃんどう切る。1ゲージ溜まれば、さあ、これ溜まった。これは、うわっ、差し返せず。さあ、フードはその隙を見逃さない。あ、ボンちゃんとしてもね、千載一遇のチャンスではありましたが、距離とタイミングがより難しかったですね。さあ、そこ使っていった。集中。お、結構ボンちゃん飛び機能してますね。距離が非常にいいのと、あとフードが後ろに下がったタイミングでジャンプしているので、またバーンと怖いですね。よっこりした。さらみこます。ここもラッシュを通していく、ボンちゃんのルーク。そしてさあ、パパニッシュ向かっている。そして大根を置いていった。かぶせていった。これでラウンド取り合う。ほぼほぼ削り確定の状況を作り出しました。これは差し返しのことをしてほしい。からのダウンしないギリギリの前で、まあ、ボンちゃんとしては助かったと言っていいでしょう。下がない。中距離での差し合いになるか。この最終ラウンド、あー、どこ投げ足が近づいてきた。投げて、高い3ゲージ1番。さあ、ヒットにしているかのように、さあ、しっかりとヒットして前に出て、すべてを出し尽くすベルライダーまで。ボンちゃん優勢。どうする、フード、まあ、投げてと、この後ですね、打つ、打っていく、角度の一発。 CA になったの大きいですよ、これ。3ゲージありますから。そうですね、ワンタッチで終わりかねないこの状況。ボンちゃんは何を狙うか。何もしない。何もしない。おそば横、確かにしまった。さあ、これはフードは見逃さない。サタデーナイトまで不意に打ったタッチショーキック、そこに対して差し返しのシコパンになりましたね。まあ勝負手でしたよね。ボンちゃん側もこのタッチジャッキックに状況確認でラッシュを仕込んでリーサルを狙うっていう、はい、まあ、お得意の動きなんですよ。タイミングがちょっとだけずれて、まあ、むしろフードがずらしたのかもしれませんね。素晴らしいラッシュコパン。さあ、これで先にリーチにたどり着いたのはフード。2対1、両チームのエース対決。うわ、そうなんだ。高すぎる。さて、そこはチャンスになるか。おー、落とした。そしてからのジャストはボンちゃん。ジャストにならず、フードは助かりましたね。そうですね、若干の緊張もあるか。この画面足、サプレッサーしているが、上を取っていたフードの DJ 横。あ、しかもゲージ温存のガード。いや、さすがにというところか。そうですね、さすがに無敵技、打ちすぎ、通しすぎだと。おっと、これは危ないぞ。フードとしてはこれ逆転までいかない前でもゲージが貯められると考えると結構いいですね。うん、そう、ただしっかりフォローしていったボンちゃんのルーク、はい、やはりこのパリーからの OD ジャックナイフ仕込みが回数が多くなってきてるので、ボンちゃん側としても警戒強めていると、まあ、楽させないぞ、はあ、いうラウンドになりました。うわー、きたー、ファンキースライサー。さあ、とんでもない一撃が入って、バックステップに当たっている。そうからのフードにゲームが溜まって打ち切りは見えている、うん、これでリーチはフードの DJ。 しかもゲージを温存した状態。どうなる、前に出るか。うよ、あと、ここも下段。動いてしまった。マンキースライサー、まあ、使う人ですね。使っていく、はい、さあ、ドライブゲージをいつから回復しながらダメージを与えていく、うん、この判断。ただここでバーを打つと結構危ないんですよ。フードしたゲージがない。それでフードは無理はせずに下がりながら差し返した。これパニッシュめくって投げ、まだあるか。おお、食べているが
ここでリバーサル。いや怖いとこね、バーンアウトが危なくなったぞ。そうなんですよ、バーンアウト削りながらバーンアウト。さあこれはボンちゃんチャンス。橋が近いとインパクトは確定しちゃうんで。そうですね、前に出なければいけない。これボンちゃんもちょっと、うん、これでチャンスか。まあいい見ていた。いやその中間からのそこらスターを取る。ボンちゃんにはゲージが3つある。ミスはない。さあペイルライダーまで。さあ倒し切りは見えている。お見事、このバーンアウトを巡る駆け引き、見事でしたね、はい、そうですね、その前に行かないと見せかけて、まあ、要所でトリオグで、はい、バーンアウト時間を稼ごうというフードに対してドライブゲージを高めに保った状態でオーディーサンドブラストダウン奪ってからの確定インパクト、はい、見事でしたね。ちょっとまあフード側としては、今日の、フラッシュナックルためをパリーしてドライブゲージを稼いでからのリマーサルで押し返すという動きが、あそこではもしかしたらあんまり良くなかったのかもしれないですよね。ちょっとドライブゲージを失ってしまって 0.5 本ぐらいになってしまったの で、 そうです、ね、まあ、もちろんその今日フラッシュナックルをガードさせられると、まあ、不利になってしまう、そこからの攻めがあるというところで、まあ、それを嫌がった動きではあったんですけれども、ただ結果としてはボンちゃんがそこをしっかりバーンアウトまでつないで、まあ、やはりこのよくあるんですよね、この DJ の負けパターン、はい、早めに3ゲージをこう払ってしまったことによって、バーンアウトすると、まあ、インパクトが確定してしまう状況になると、そこを見逃さなかったボンちゃんもさすがでした。さあただいまインターバルとなっております、はい、ここで、フード側が、うん、インターバルを使ったという状況、たまらず、うん、2対2になりました。うん、ただ立ち回りはねフードも相当いい形ができていて、うん、ただ気になったのはやはり、パリからのオーリージャックナイフ、これを3回目でガードされてしまったと。そうですね、うん、あそこはでもお互いなんというか了承済みというか、うん、いうところもあるかもしれないですよね。ここからそのあたりの駆け引きが変わってくる可能性もありますね。さあそして濱田さん、まあ、ちょっと気になるところでは、はい、ボンちゃん今日初戦がこの大将戦ということで、うん、まあ、中フラッシュナックルがちょっと、ね、まあ、ジャストフラッシュナックルのジャストのミスが、うん、まあ目立ったと言ったらあれかもしれないですけどね。だったら、はい、まあ、やっぱりその難易度が高いところではあるので、ね、環境が変わってくると、うん、はい、そのミスが出やすい部分ではありますよね。まあ、なのでこの状態でも、うん、まあ、どんどん尻上がりに、ね、調子というか精度は上がっていくと思うので、はい、この状態でも勝てるとまたそれは一つ指標にはなってしまう。確かにというところですよね。ミスが減ってきますからね、うん、長く戦えば戦うほどおそらく。さあ両チームのエース対決は2試合ずつ取って5試合目にもつれ込んだ2対2フード対ボンちゃん、これが対照戦1巡目。さあジャストここは完成を削く、ただ切っていくフラッシュから、うん、そしてフード。さあこの一戦を勝った方が対照戦を勝利する状況。わあ、ジョスクールに対する合宿ファンは3の3ぐらいで決まっている。さしかもここも後ろの中盤をねじ込んでのバルガンブラストマネー。さあ綺麗に勝ち切ったのはボンちゃん、これでリーチ。さあどんどん切れ味が上がっているように見えるが、しっかりガードしている。さあフードのチャンスになる。気に体力半分近く溶けてしまったのボンちゃん。耐久、いや耐久精度が上がってきてますね。近い間合いのジャンプに対しては完璧、反撃、完璧、反撃のローキックから、おお怖い、うん、さあ近い人たち中足に対して、さあ戻るところを殴っていった。さあリーチはかかっている。おお、やりすぎた。ここは大きな分岐点になるか。扱わざるを得ねえ。これによってフードはラウンドを手に入れますが、ボンちゃんのゲージが 2.5 本ということで、はい、どう響くか。フルラウンドフルセットになりましたが、有利なのはボンちゃん。下のゲージは0対 2.5。 さあやれるか、大きな20ポイント。飛び逃せん、うん、やっと、これ差し返しになった。3ゲージあります。見逃さなかった、うん、ボンちゃん。
ここでためにためたゲージを全てぶち込んでいく。いいダメージ。ここか、深いか、ちょっと当たっている。いやー、下がってる。さあ、これはどうなる。ボンちゃんはすでにバーンとしているか。打撃、フードにもまだチャンスあるが、やばい、投げている。ボンちゃんのガッツポーズとともにファブゲーミング1巡目40ポイント。いや、でかい、でかすぎる。いやー、死闘に次ぐ死闘でしたが、この結果、うん、さあ、大きな分水嶺となったか。フルラウンド、フルセットからの最終ラウンド、はめこさん、どう見ましたか。まあ、やはりその単純にリソースの、やはり2ラウンド目はこう、フードがしっかり勝ち切るために使ったゲージの差がしっかり生きた、3ラウンド目あったかなとは思うんですけれども、スタッツの、じゃあ見ていきましょうか。はい、スタッツお願いいたします。はい、